毎度山田村のママチャリです。おいマキです。カエデです。今回の企画はちょっとマキちゃんの方から説明してもらっていいかな。もうママチャリ役やってるやん。めんどいでお前。そう、まあ、今回の企画は10円自販機って知ってますか皆さん。あー知ってる。聞いたことない俺。なんかね変な自販機が密集してる場所があるらしいんですよ。あれじゃあ出汁醤油とか売ってるやつやろ。ちょっとそれは分からんけど頼むで。しかし安さんやん。安さんで分かる。横山やすしで分からんからみんな。久々のこの3人の組み合わせ。まあ俺の記憶では戦車ツーリング以来と見た。あそんなもんちゃう。うん、俺がおらへんからな。いやほんまにマジで楓とか他の人らがおらへんかったらめっちゃ俺とでもうめっちゃ暇人や思われんねんな。ええやんけ別に。そんなん言い出したら俺が一番暇人になるやんけ。あほんまやな。忙しいで俺は。ディーン不熟ディーン。昨日か一昨日ぐらいにさ、うん、だから BTS が新曲出したらしいねん。あ、そうなん。そう。で、多分それが今、多分一番流行ってんねん。人気急上昇ナンバーワンみたいな。ああ、なるほどな。そう。だからそれをやっぱちょっと使っていきたい。だからお前、話し始めたわけか。そう。お前、これでハッシュタグ BTS とか入れ出したらやばいで。いや。詐欺も詐欺。いや多分今すごいでほんまに 1.3 億ぐらい視点で早ない。すごいな BTS って。だからちょっとこれを利用しない手はないねん。来た。泥臭くいこうか。だからちょっとほんまに見てほしいねん俺の昨日あげた投稿にちょっと入れてるから。BTS と新曲の名前入れてるからハッシュタグに。バンされてまい。なんか新曲がバターって言うんかな。バターバターっていう新曲タイトルやね。考えすぎて変なったパターン。練りすぎて それをちょっと使ってるから。ああそういえばなんかバターって入ってたな。こいつ何やねんと思った。ハッシュタグバター。どうですか皆さんこの姑息なやり方。古着屋のエンディング皆さん見てくれましたか。宣伝してる。自分の動画だけ宣伝してるわ。じゃんけん買っても一応何もないんでそれだけ先言うときます。ホテル103。ホテル103入ったことある。なーい。まあ、この中で一番ラボ行ってんのママチャリか。京都は全部行ったな。キモすぎたあの発言を。嘘やしキモいし。ディーン藤子ディーン。これ左乗っとける。もう一個左。えもう一個左乗る。うん。でこれ止まれ止まれ止まれで。マキちゃん止まれで。それ左の方やったこれは。いや違うちょっとややこしかった。まっすぐに見えたわ。だからこれ確かにややこしいやな。そうひどない。あれあかんやろ。信号機批判です。いや別にこの車線でいいよ。で赤やで赤やで。マキちゃんうそやろ。お前エグいって。うそやろ。えめっちゃ分かりにくない。どこがやねん。え、これリーダーと一緒の車線でいい。リーダーと一緒の車線でいいよ。オッケー。リーダー1個左行きそうやけどな。ちょっとエグいとこ行って。そうやな、なかなかのキープレストやなリーダーは。あーいいねリーダー。リーダーなんか車線1個増えてなかった今のウインカーの出し方。間違いない。一番左も車線と捉えてるなリーダー。リーダーここ3車線や思ってんねや。いや俺思ったらめっちゃ今日サングラス持ってきてんのにめっちゃサングラスしてなかった。とっとっとっと。なんかマキちゃん、あああれなんて書いてる青看板。農水。ええ農水。農水やで。はそんな切れんなよ。ちゃんと読んでるやろうが。指示された看板をよ俺と楓は読んだんと違うんかい。えおい
めっちゃ怒るやん。ってことで、サングラスつけます。脳水どこ読んでんの？え、俺やって。青って、あれのことちゃうんか。いや、俺も、青、あれ読むかなって思って。あれか。青って俺やろ。紙。え？どれ読んだんマジで青って。紙船図。え、あの、トラックの上のところ。そう。あ、ぶっちゃ誰が、あそこ読めん。青っちゃう。絶対看板やろ。いや、絶対奥の脳水やって。なんで俺株式会社目印にして行ってんねん。特殊なナビの仕方せえへんやろ、別に。絶対青ってあれやって。いやいや、青はそうやけど、ちゃうやん。普通に考えてやろ。4人目のツーリングメンバーがまた増えたということで。テニス行くんかな、この人は。あ、あるやん、書いてるわ。これある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 。あるやん、その前に止めよう。ディーン、フジョクディーン。残念ながら報告していいですか。早い。ボールカバー。え、これマジ。ここも取っとこうか。ここ。渡部やつろう。渡部やつろうってどこ行ってんの。エグいって。これはオッケー。ちょっとキモいジュースオッケーいって。でもちゃんとしたやつ売ってる。もうそうやの。まあ健やかカルピスはよくわかるけど。これ50はやばいやろ。あ、かまむし俺初めて見てんけど。これやりましょうか。ね、これがなんかちょっと一番おもろそう。まず50いく。多分変わらん。あ、当たりや。とでかみ。え？当たりちゃん割と。一発目で引くやつちゃうやろ。そう、賞味期限近いから安いんじゃない？6月11日。はい。はいよ。6月11日。やば。あと1週間ぐらい。早っ。速攻性グイ。変えてやる。30と100。どっちやる？どっちやる？俺じゃあ100いこうか。30か。安いからみんな買いに行くの。どこでも行くか。お、当たった。え？でも30円。あれより。あれ50円。うんら当たり引きすぎやろ。100円いきますよ。じゃあ、まあ、なんかほんまにマジでちょっと気持ちちょっとお腹痛いね。11月よ、まあ、全然いいよ。100円いきますよ。いけてる、取れてる。うん、じゃあ楓見て、ちょっとそれ出るやろ。楓がめっちゃうまいやん。そう、俺とかちょっと待って、いけるわ。ちょっと待ってな、お前その一気にパン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 いくやん。どっちがいいや、こっちやらんでもなんかちょっと。こちら50円。これよりこっちの方が気持ちいいな。わかりません。ハテナ3つの方でいこうか。ハテナ3つの方でいっちゃうか。え？よっしゃ。お、今ちっちゃ。ここちっちゃ。これちゃちゃ。やばい気するんだけど。え？何これ？飲み物飲み物じゃない気すんだけど今の。あ、お菓子ちゃん。お菓子や絶対。輪ゴムで。え？ライス餅って見たことない。お菓子かも何かもわからん。どう処理してほしいね。見たことないやつ。魚の釣り具の餌みたいな。釣りの餌みたいなの出てきたけど、100円で。何これマジで。何これ。一応辛味みたいな書いてんな。これはえぐいぐらいいらんやん。100円。輪ゴムが腹立つわ。100円でいきます。え、さっきこれ。そっち行った。じゃあ逆に俺こっち押しましょう。せーの。ちょっとこのラグがあるのが怖い。いやいや、踏んで。乗った。ちっちゃい。わあ。さっきよりでもちょっと音大きいするかな。ボンパターンやな。ライス餅。ライス餅や。またライス餅。これはやばい。3回見てく。帰ってってく。全部ライス餅やんかって。そうね。でも分からんな。
ちょっとこれで終わられへんでしょ動画。いやでもさ、ここは違うの。でも50円って書いてるけど。いや一緒やと思うで。そっち行く。あーそこな。いや上の方が。なんとなくな。はい。え、なんかちょっと大きいな。ちょっとちゃうな、音の感じが。ちゃう気すんねんけど。お、え、あれ、なにこれ。めっちゃええやん。なに、海塩飴。海塩飴めっちゃええか。めっちゃ入ってるやん。めっちゃ入ってる。20個ぐらい入ってるんと思う。ばあちゃんちとかにめっちゃ合うし。海塩飴ほんまなんかさっきからばあちゃんちでしか見たことないねんこれ。ばあちゃんちのこれ運営してるばあちゃんやろこれ。ということでまあ一応ね違うのも出るということで、まあ、皆さんもぜひ行ってみてください。ではこれにて次回の動画でまたお会いしましょう。それではバイバイ。今回も動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。第2回山田村じゃんけんタイム。山田村じゃんけん、じゃんけんぽん。それでは次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。